10分6秒勝者名盤名ただいまの試合10分6秒名盤名選手のフォール勝ちいただきました赤コーナー名盤名荒井亀井組の勝利でございます。Megasus, Meg, the Bane, just destroyed Cosmid Angels. And for those of you who don't know, Megasus is from Greek mythology. Now, personally, my favorite was Aphrodite, but I'm gonna have to stan, especially because after I defeat Poi and the other one, they don't even have a tag name yet, and successfully defend the goddess of Stardom Championships with my bestie Mina, Mina and I are gonna have a front row seat and watch you decimate Tam, crush Tam, whilst I eat some sushi and enjoy her downfall. Tam, I feel like there's not much left for me to say. I just annihilated your faction. Just imagine what I'm gonna do to you. Mariah.今日が多分最後のタッグの前にマライアと触れ合う機会だったと思うんだけど、私は今日試合に負けても私の気持ちは全然負けてない。そのベルト絶対にナツポイと沙織が巻くから覚えとけよ。それからメーガン、でけえメーガン、でけえ。いや、体重で言ったらもっと重い人たちを投げてきたはずなんだけど、あのタッパ今までにないデカさだった。だけどナツボイはあのデカさを今日感じてまた戦いたいと思ったし、次タムちゃんと戦うと思うけど、タムちゃんはきっとメーガンのことボッコボコにすると思う。私も負けてないから、次また絶対戦いましょう。それまでバイバーイ。宇宙一きらめく女子プロレス、スターダムの大阪ビッグマッチ、スターダムスターダム2023大阪夏の陣、8月13日エディオンアリーナ大阪、女神たちの激闘を見逃すな。宇宙一きらめくスターダムの夏祭り、ミッドサマーフェス2023、8月19日大田区総合体育館、過去と未来が交錯する瞬間、会場で目撃せよ。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。